ビングはムタリカは、マラウイ共和国の経済学者、政治家。2004年5月24日から、同国大統領を務めた。2010年より1年間、アフリカ連合総会議長を務めた。1934年、マラウイ南部に位置する、同国最大の都市ブランタイヤから30キロメートルほど、離れたチョロで、小学校の校長の息子として生まれた。当時の名は、 ブライトさんウェブスター・ライズン・トム。パンアフリカニズムが大陸を接見した1960年代の間、生をムタリカに戻すとともに名をビングルとしていた。後にムタリカは名前の間に和を加えている。これは当時ヘースティングズ・カムズ・バンダが敵対者を拘束していたことに起因している。ムタリカ自身は敵対勢力ではなかったものの、 彼の国家警察から身を守るために行ったことである。インドのデリー大学で学び、経済学の修士学位を取得した。その後、カリフォルニア州の非認定大学、パシフィックウエスタン大学から、開発経済学の博士学位を取得している。マラウイの艦長及び、ザンビア政府で働いた後、1978年から、国連職員となる。1991年、 20カ国からなる東部南部アフリカ共同市場の初代事務局長に就任した。ムタリカが国連に賛をすることを決めた理由の一つに、自らマラウイの終身大統領を宣言したバンダ政権への反対というものがあった。バンダ独裁政権が倒れ民主化した際、ムタリカは新たな政党の統一民主戦線の創設者の一人となり、 1994年の選挙で UDF は勝利を収める。ムタリカは当初こそ UDF の党首であり大統領であったバキリムルジを支持していたがその後ムルジの経済政策にことを唱えるようになり UDF を離党した。1997年ムタリカは統一党を立ち上げたがムルジ政権への反対は失敗に終わり1999年の 大統領選挙では、得票率1%未満という結果に終わった。その後、マラウイ準備銀行副総裁の座を申し出られ、ムタリカはアップを解散して再度 UDF に復帰する。2002年、経済計画、開発大臣に就任するとともに、ムルジ大統領から後継者として指名された。2004年5月20日の大統領選挙で36%の、 得票を得て当選し、4日後に大統領に就任した。大統領に就任すると、ムタリカは、反汚職運動をめぐって、UDF 党首のムルジと衝突する。この争いは、ムタリカ政権初期を象徴するものとなった。また、この両者の争いが、国の統治を妨げているという主張もなされている。2005年2月5日、反汚職という立場に、 党の理解が得られなかったとして、ムタリカは再び UDF を離党した。党からは前もって、党追放の話がなされていたといい、2005年1月、初旬に、党メンバーからムタリカを暗殺する提案もあったという。これらは、ムタリカによって許されたが、一方で陰謀の存在そのものは主張している。その後、ムタリカは自ら党を結成し、民主進歩党とした。 2005年4月、ムルジは、ムタリカを、後継者として選び、国に、彼を背負わせたことについて、国に対して謝罪している。2005年9月、グワンダーチャクアンバ農業大臣を更迭し、その後、クリスマスまでに、ムタリカ大統領は退陣するというスピーチを行ったとして逮捕した。また、2006年には、カッシムチルンパ副大統領が、 ムタリカの暗殺を企てたとして逮捕されている。2005年3月、大統領皇帝に悪霊が出るので眠れないという報道がなされた。また、大統領の補佐官が、キリスト教の聖職者に悪霊を追い払うよう依頼したとも伝えられた。しかし、これらは後に否定され、BBC のレポーターを含む、この報道に責任のあったジャーナリストたちが逮捕された。ムタリカは、 これまで悪霊を見たことなどないし、一度も恐れたことはないと語っている。2006年5月、ムタリカはバンダを国民的英雄として記念することを認め、62万ドルをかけて作られた墓の除幕にも出席した。2006年10月、DPP の候補として2009年の大統領選挙へ出馬することを表明し、2009年5月19日に行われた。 大統領選挙で、マラウイ会議党の候補を破り再選された。2010年1月31日に、第8代アフリカ連合総会議長に就任、1年間の任期を務めた。晩年は、強権的な政権運営が見られるようになり、国民からは不満の声が出た。2012年4月5日、心臓発作のために死去。78歳遺没。ありがとうございます。